ピュッと新芽が伸びてきてしまった場合には、こんにちは、花草人の尾関淳子です。今週の花つば、ユーフォルビアのダイヤモンドスターです。ユーフォルビアのダイヤモンドスターは八重咲きのユーフォルビアです。こんな感じでほんもりなってる可愛い子なんですよ。先週ちょっと前やったユーフォルビアダイヤモンドフロストグリッツと同じ仲間です。ダイヤモンドフロストはふわふわふわっとナチュラルなイメージを出すのに対して、コチッと白くインパクトを持たせたい場合にダイヤモンドスターは使うといいですよ。作られる生産者さんによって違うんですけども、大抵はねこんもりもっこりなった感じの子が出てきています。お薬が切れて新しい新芽がこんな風にギュッと強く伸びてしまった場合は、1本だけ突出してピュッと新芽が伸びてきてしまった場合、その子はこのもっこりなってるのの中半分くらいの高さで切っておきます。数本新しい芽がもう伸びてきてしまっている場合は、こちらをこの部分を生かして使うといいですよ。寄せ植えギャザリング、作る時のイメージに合わせて株を選ぶ、形を生かしてギャザリング寄せ植え作ってくださいね。無理やりギュッとやったりするとこの枝がね、関節のところ継ぎ目のところでポキン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 折れてしまうので気をつけてくださいね。花草人ではこのような寄せ植えギャザリングのレッスンオーダーを受けたまわっています。お問い合わせはこちらの電話番号かホームページからお尋ねくださいね。 YouTube のチャンネル登録も待ってます。花草人ラインアットでは季節のお花の園芸作業、ライブ配信のお知らせを差し上げています。ぜひ登録してくださいね。花草人の尾関淳子でした。またね。7月8月の伊木山ガーデンでの園芸相談フリーレッスンはお休みになります。また9月から再開しますね。ライブ配信もちょっとの間お休みになります。再開をお楽しみに。